おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。いよいよ PS プラスのリニューアルとステートオブプレイが来たな。というか、遅いわよ。金曜日に PS ゲーマー界隈では話題で盛り上がっているのよ。このチャンネルの動画投稿の遅さは半端ないわね。まあ、ウプ主のヘッポコな動画編集技術では無理だったのぜ。ただ、我々はいろんな意味でそんじょそこらの動画投稿者ではないぞ。私は皆様に愛される動画投稿者でいたい。今回は新 PS プラスとステートオブプレイを紹介していくとともに、ここからほの見える2023年の PS5 の状況を確認していこう。とりあえず、本当に何も考えずにプレミアムプランに加入しました。こちらも口述するが、何も考えずの加入は良い子もいい大人も真似しちゃいけないのぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、新作の情報配信となるステートオブプレイを確認していこう。任天堂ダイレクトの PS 版です。わざわざそれを、言わないでいい時代になってほしいものだ。とはいえ、ファイナルファンタジー16の新情報が来たわよ。来るのか？来ないのか？どっちなんだい？状態だったが来たな。発売は2023年夏とのことね。個人的見解としては、もう少し期間がかかると思っていたがな。延期する可能性も多分にあるんじゃないの？とはいえ、ゲームディレクターの高石より、最初から最後まで通してプレイできるところまで完成しているとの発言もある。当然ここからさらなるブラッシュアップをしていくことになるだろうが、大幅な予定変更はないと思うのぜ。そこまで完成しているなら安心ね。世界観は今回見る限り、心を揺さぶるわね。高石は我々もやり込んだラストレムナントのディレクターでもあるからな。この時点で期待感は高まります。他にもプロデューサーはファイナルファンタジー14の吉田氏。完全に勝ちに来ているわね。我々も以前にお伝えしたが、ファイナルファンタジーブランドの復権はスクエニにとって急務だ。ここまでは何の問題もないんだけど、ちょっとアクション面に振りすぎじゃね。以前にファイナルファンタジーシリーズを語る上でもお伝えしたが、新たな挑戦をしてこそのファイナルファンタジーだ。UI の古臭さは私でも感じるわよ。このあたりはまだまだ改善できる余地だろう。それにバトルディレクターはデビルメイクライなどを担当した鈴木亮太氏なのぜ。つまり、いわゆる FF らしさの王道ストーリーにスタイリッシュなアクションが加わるのね。しかも今作は召喚獣の力を持つドミナントがキーとなる。今までは本当に召喚だったけど、マジでプレイアブルキャラが召喚獣になるわけね。人間でのバトルと召喚獣でのバトルもシームレスに展開されるとのことだ。ウルトラマンでもいちいち変身シーン挟むのに、バトル面はマジで期待感が半端ないわね。ここだけを見れば、やっぱりファイナルファンタジーは偉大なのね。私もそう思う。賛否はあるかもしれないが、確実にゲーム史に名を残す作品になるとは思うが。なるとは思うが？この作品、今までの情報通り、PS5 専用ソフトだ。わかってはいたけど、不安をかきたてるわね。これ以降の作品でも口述することになるが、2023年夏までに PS5 がちゃんと普及していないと、本当にファイナルになる可能性はある。今からでも遅くはありません。PC と XBOX でも出しませんか？次元独占契約ではあるからな。ここまで具体的に情報を見せられると、本当に PS5 の動向が気になってしまうのぜ。PS5 が因果の子、出ないことを祈ります。さて、いよいよバイオハザード RE4 の登場だ。はい、来たー。バイオの RE リメイクはもともと神。バイオ4ももともと神。これは議論の余地はありません。ただの神ゲーになります。もともと噂自体はあったからな。とはいえ、私も興奮している。発売予定は2023年3月24日。来年が待ち遠しいです。もともと2005年の作品とはなるが、バイオハザードをアクション面で大きく向上させた革新的ゲームとなる。ホラーサバイバルアクションとしては完成されています。さらに RE シリーズとしてストーリーにも大幅なテコ入れが入る可能性も高い。今までの RE の完成度を見れば何の不安もないわね。こちらは PS5 と共に PC、XBOX にも対応ね。この点を見ても間違いなく来年の目玉タイトルとなる。でも PS4 ではさすがに遊べないということね。口述することになるが、この傾向来年の作品では顕著になるはずだ。いよいよゲームハードの移行を一気に進めようとしているわけね。もちろん、突っ込みたいことは山ほどあるがまずはバイオハザード RE4 に期待しよう。バイオはまだ情報があったわね。
バイオハザードビレッジの PSVR2 版となるな。これもいよいよ来た PSVR2。これは今あるバイオハザードビレッジの VR 版としてのリリースとなるな。煽るだけ煽って発売日の発表はなしね。この作品が PSVR2 のローンチタイトルの目玉でもあるということになるな。PSVR2 の発売日と被るかもということね。とはいえ、来年春までには登場することになるとは思う。もちろん、ここにも明確な懸念材料があるわね。賢明な視聴者様はすでに気がついているだろうが、紹介をまずは続けていこう。カプコンといえば、ストリートファイター6も出たわね。こちらも期待感が半端ないぞ。こちらも2023年の発売ね。対応は PS4、PS5、Xbox、PC となるな。格ゲー衰退論は我がチャンネルでも語ったけど、ここからの復権も大いにあるわよね。私もそこを大いに期待している。配信や e スポーツ界隈が盛り上がることは間違いないが、一般ユーザーが増えることも同時に期待したい。モダンタイプっていう簡単に操作できるモードもあるのね。いわゆるスマブラに近い操作性になりそうだな。私たちも語ったけど、やっぱりライト層に訴えかけるにはスマブラが最適解ということね。このあたりが吉と出るか凶と出るかは現時点ではわかりかねるが、少なくとも格ゲーというジャンルのためにこの作品には頑張ってほしいのぜ。ワールドツアーっていう一人プレイモードもあるみたいじゃない？これで誰に気兼ねすることなくストリートファイトできるわね。えらく、ストレス溜まってるんだな。俺より強い奴に会いに行くわよ。そして、ビジュアル面も語る必要があるな。チュンリーのビジュアルになるわね。好みは明確に分かれる感じになっているな。性的な意味ではなくチュンリーはタイツでお願いしたかった。あとはユーはいろいろ濃すぎるわね。これも好みが分かれるところだ。ただ一つ言いたいことがある。嫌な予感がする。ポリコレへの配慮が随所にこの見えるぞ。やっぱりそうなるわな。まあ、まだ発売まで期間はある。それでなくても格闘ゲーム界隈でのビジュアル面は非常に気になっている。それでなくてもストリートファイターはシリーズファンも多い作品だ。気になる点があれば、私は全力で行くぞ。カプコン様はマリサをキレさせないようにどうぞよろしくお願いいたします。さて、インディーズタイトルでも注目のストレイが発表されたぞ。猫が可愛い。猫が未来都市を探索するサイバーアドベンチャーとなるな。正直なところどんなゲームになるかわかりかねる部分も多いが、このゲーム、と比喩すべき点がある。なになに？なんと発売日から PS プラスのゲームカタログに入るのぜ。ということは、プレミアムの私はすぐに追加費用なしで遊べる？エクストラ以上のプランならそうなる。やったぜ。このあたりが PS プラスのゲームカタログ面での不安点ではあったが、さすがに AAA 級の作品は無理でも、このような作品なら可能性はあるということだ。今後もどんどんお願いします。そして、エターナイツ、という恋愛アクションゲームにも注目だ。これってはゲー？いや、海外の開発スタジオの作品だ。とはいえ、ペルソナシリーズに大きな影響を受けているとのことで、こちらも期待感が強いのぜ。海外スタジオが提供するペルソナ感、嫌な予感もしないではないけど、ワクワクもあるわね。ビジュアル面も日本市場で受けると思う。あとは内容が良ければ、化けそうね。他にも注目タイトルは多いが尺も尺だ。巻きでいくが。あとは、ホライゾンも PSVR2 に対応するぞ。エルデンリングにほとんどの勢いを奪われた不遇の作品になるわね。まあ、当事者がガチで愚痴ったレベルだからな。とはいえ、アクションも相まって VR との親和性は半端ないぞ。確かにこれも気になるところね。メイン武器である弓と VR の相性はいいはずだ。私はこれでホライゾンシリーズの復権を願っているのぜ。ゲームとしての出来はそもそも良いわけだしね。VR の新たな可能性を本当に信じているのぜ。他にも詳細をお伝えしたかったが、いよいよ本題に入っていこう。少なくともソフト群を見れば、2023年は今年以上にゲーム業界が動くわね。そして、ファイナルファンタジー16を代表として PS5 でしか遊べない作品も増えることになる。いや、代表するもクソも、現時点でファイナルファンタジー16だけじゃね。とはいえ、PSVR2 対応の作品も多くある。確かにワクワクするけど。言いたいことがあるなら言ってみろ。まず、本体がないと何もできなくね。その通りだ。これは我々も何度も何度も言ってきたことだ。2023年には普通に買えるんですか？そこが一番の懸念点となるわけだ。
今回のステートオブプレイで少なくとも我々は期待感を膨らました。そういえば、もう一つあったわよ。あのスパイダーマンが PC でも遊べることよ。これも長年の PS ユーザーへの裏切りと見られても仕方がない。わかってはいたけど、マジでやってきたわね。だが我々は一ゲーマーでしかない。ソニー、SIE が PC に注力するとしても、冷静に状況は見極めよう。PS 陣営が盛り上がるとは思うけど、結局懸念材料だらけね。結論として言うと、2023年春までに店頭やネットで普通に購入できる状況でなければ、期待できるソフト群でのユーザーの思いも含め、完全にオワコンになる可能性はあると思う。まあ、これに関しては当たり前よね。さらに PSVR2 の存在も非常に大きなものとなる。こっちもちゃんと買えないなら、興味もクソもないわね。つまり、今回のステートオブプレイで PS5 の栄光へのロードは見えないこともないが、現在の状況が続くのであれば、日本市場では完全に終わりだ。ここから来年2023年までの PS5 の動向、マジで注目していきます。そして最後にはなったが PS プラスのリニューアルについても語っていこう。ソフトラインナップは豪華で遊ぶ時間は足りません。以前にもお伝えしたが、ソフトを昔から集めていない人ならエクストラ以上でこれだけで遊び尽くせないレベルだ。しかし、差額の支払いはきつかったわね。我々もNOWの有効期限が切れており、差額を払うことになったな。ここを改善しないと、今後やばいと思います。今後、追加ソフトも含めてサービスの拡充はあると思う。いや、あるべきだ。なので現時点で、差額やサービス面で少しでも気になる部分があるのであれば、十分に検討した上で待つこともムーブとしては間違っていないのぜ。とはいえ、多くの魅力的ソフトがラインナップされているので、今後も気になる作品は紹介していきます。いかがだったでしょうか。今回は PS 情報とともに2023年の情勢について危惧してみたのぜ。マジで今後どうなるかね。別に草したいわけではないが、現状を見ると心配しかないからな。大幅増産。そしてちゃんと日本市場にも流れること。PSVR2 とともに本当によろしくお願いします。ゲーム新時代に PS がいることを切に願うのぜ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。